西28丁目駅は、北海道札幌市中央区北4条西28丁目に、ある、札幌市営地下鉄東西線の駅。駅番号は、T05、相対式ホーム2面2線の地下駅である。北側には、東方線の車両が使用する、西車両基地への出入湖線2線があり、ラッシュ時の前後には、東駅と西11丁目駅の間で、 東方線の改装列車を目にすることができる。ホームに改札口が直結するタイプの駅のため、コンコースはない。1番ホーム北側に東改札口、2番ホームの北側に西改札口、道南側に南改札口があり、エレベーターは1番出入り口及び3番出入り口に設けられている。線路の下をくぐるホーム間連絡通路は当駅では、北側と南側の2カ所に設けられている。 コインロッカー AED 及び多目的対応を含むトイレはいずれも東、改札口の外側のみに設置されている。札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は1361人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。西28丁目バスターミナル1981年5月1日に共用開始した。 西28丁目バスターミナルに発着。4.5番乗り場は校舎専用。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着便数は271便。2020年4月1日現在、すべての路線が JR 北海道バス。このほか北5条、丁根通沿いに、北6条西26丁目停留所があり。 サッン線の JR 札幌駅方面、定イ区方面などが発着する。ありがとうございます。